6になるでしょ。年々上がっていくの、はい、そういうことなんですね。一点ちょっと静かな曲をやります。今堀江潤さんの曲やったんですけど、今からやる曲はボイスっていう北海道出身の双子の寮がいまして、24時間の深夜を歌ってた、そのボイスと堀江潤さんのコラボで高校野球ソングなんですけど、北の国のダイヤモンドっていう歌で、駒大苫小牧高校って知ってますか？知ってるよ。はい、田中マー君の高校ですね。で2004年に甲子園夏の大会で初優勝したんですけど、実はボイスのお二人が駒大苫小牧の出身で、で感動してそれを叩いて歌を作っちゃったっていう。僕一宮から来たんですけど、彦左衛門そこで去年ボイスが来てライブに行ったんですよ。その時にこの歌を歌っててちょっと感動しちゃって、耳コピーして、でも違ってるところは彦左衛門に千代美さんっていうピアニストがいるんですね。その人が一緒に直してくれて、これ YouTube 動画も上がってますんで、ぜひそれをピアノと一緒に弾いてるやつはすごいかっこいいんですけど、ちょっとギター一本でやるんで、どうなるか分かりませんけど、夢が
わめくダイヤモンド千段輪が響いてる汗で掴んだ優勝旗歴史たちが揺れている北の国のダイヤモンド次に、あと見せてくれる。僕はやっぱポップコーン世代っていうか、なので、